増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい、今日はアメリカ大統領選についてお話を伺いたいと思います。トランプ大統領の再選、またバイデン氏の当選、それぞれ大統領になった場合、アメリカの経済にはどういう違いが現れるのでしょうか。先生、解説をお願いします。そうですね、私は個人的には、トランプ大統領が再選されると、思っているわけですが、こればかりはやってみなきゃわからないわけで、昨日おとといでしたか副大統領のペンス副大統領と、それからバイデンさんが、大統領になった場合、副大統領になる、ハリスさんという、カリフォルニア選出の、黒人系のご婦人なんですが、この2人の、ディベートがありまして、以前トランプ大統領とバイデン候補との間のやはりテレビの討論があったわけです。これはこの時間でもお話したように非常にこう見にくいディベートでして、ディベートと言えないようなひどい話で、あれを見た人はみんな後で、随分嫌な思いをされたと思うんですが、今回の場合はそれほどひどくはなかったんですが、やはり司会者が指定した時間をはみ出してですね、司会者が制止して、おやめくださいと言ってもですね、そちらの顔をして、話し続けるということがありましたが、ペンス副大統領は往々にしてですね、そういう司会者の規制を無視した場面が多かったですね。ハリス副大統領候補の方は割とこの司会者の指示に従って、多少はみ出した時もありましたけども、ちょっと特別に許しを請うというような言葉をですね、使うなど、どちらかといえばですね、ペンス副大統領に比べると品のいい対応をしたということが言えますね。私は初めから終わりまで全部、テレビで見てたんですが、いろいろ議論した内容はさておいて、やはりアメリカの有権者、どこでもそうですが、この印象というのが大事で、このディベートを終えた後の印象というのはですね、すでに CNN その他で調査がありまして、確か、6対4ぐらいで、6対4ぐらいの差でですね、ハリス候補の方が支持が多かったということで、女性の場合は7対3で、ハリスが7で、ペンスさんが3と、それから男性の場合はほぼ互角ですが、ハリスさんの方が少しプラスだったということで、印象的にはですね、ハリスさんの勝ちということになるわけですが、何度も言うように選挙っていうのは理屈じゃなくて、エモーショナルな部分が 80% ぐらいですから、こればかりはよく選挙になってみなきゃわからないということで、今言ったようにですね、民主党政権になった場合、共和党政権になった場合、経済、アメリカ経済はこのポスト大統領選ですね、大統領選の後どうなるかということですね。トランプ再選の場合、バイデン大統領誕生の場合、なんですが、トランプ再選の場合は今までやってきたことはですね、
ベースになって進むということで、アメリカファーストということを言ってですね、まあ、経済の上あるいは貿易の上においてもアメリカにマイナスになることはですね、国際ルールがあろうと条約があろうと何があろうとですね、不利なことは一切しないという、まあ、いわば強引にですね、アメリカの国益を追求するというこの基本線は変わらないと思いますね。まあ、特に中国に対して、この対するトランプ大統領のですね、姿勢は非常に厳しいもんで、今度再選され国民に支持を得たらですね、これをし空来たと言わんばかりにですね、さらに一層厳しい対中政策を取っていくというふうに考えますね。バイデンさんがこの大統領に選ばれた場合は、やはり中国に対しては中国敵視政策という点においては変わらないと思いますね。あるいは分野においてはトランプ大統領よりも厳しい面も出てくるかもしれないということで、中国に対する敵視政策は同じということになりますね。経済政策ですが、トランプ大統領の場合はですね、バブル型が基本でして、トランプ大統領が就任してから今日までの株価を見ても分かる通りですね、まさにうなぎ登りという形でですね、ずっと登り続けてきてるわけですね。で、このところいろいろトランプ大統領の悪い情報を、まあ、入院するとかですね、第2次コロナ支援予算をですね、大統領選前に決まると思っていたところ、トランプ大統領の方が交渉を中断ということで、これはまあ、悪いニュースですが、にもかかわらずですね、株価は一旦下げましたけれども、下げた以上に跳ね上がるというようなことでですね、トランプ大統領は、まあ、どちらかというとですね、ウォールストリート、株式市式業界からですね、支持されているということが言えると思いますね。ですから、まあ、選挙までは株価がずっと上がっていくと、まあ、私もそう見てますが、その基本にはですね、金融規制緩和というのがあるんですよ。まあ、いろいろデリバレッジとか金融派生商品の投資とか、このレバレッジを使わせたですね、非常に危険な取引があるわけですが、まあ、これに対して、金融当局はですね、まあ、SEC というんですが、証券取引委員会、まあ、こういうところできつい規制をしているわけですが、トランプ大統領はその規制をですね、取り除くその政策なんですね。で、このところもかなり、まあ、取り除いてますし、再選されればですね、またさらに、規制緩和すると。まあ、わかりやすく言うとですね、金融取引やる場合は引当金のような、まあ、ある程度の担保を積んでおかないとですね、まあ、リスクが高いわけですから、それを補填しなきゃいけないっていうんで、まあ、一種の積立金のようなものを置くような、そういう規律があるわけですが、トランプ大統領はそれをですね、この軽減する、少なくする、ようなその政策なんですね。ですから金融界は大歓迎ということですね。で、バイデンさんの方は逆にですね、やはりそういう規律は守らなきゃいけない、それからいろいろとですね、これから財政出動をしてい、くわけですが、まあ、コロナ対策にしろ、経済対策にしろですね、財政出動しなきゃいけない、そういうものについてはやっぱり財源を確保しなければいけない、つまり増税をある程度しなければいけないんだという、まあ、割と、まあ、健全なものの考え方ですね。で、株式市場やマーケットはですね、そういう健全な考え方っていうのは嫌いまして、まあ、いい加減とは言いませんが、規制が緩和されればされるほど彼らは市場は活動しやすいということからですね、まあ、市場はトランプ氏、したがってバイデンさんになった場合は市場は嫌いますから、まあ、株の暴落もあるでしょうし、ある程度短期間かもしれませんが経済は停滞するということになると思います。
ね、この番組でトランプ再選されてもですね、暴落が起こってかなりアメリカ経済はですね、これから不況に陥るという話をしましたが、この点はですね、バイデンさんになった場合はトランプ再選よりもこの暴落の度合いとか不況へ落ち込んでいくその度合いはですね、大きいと思いますね。まあ、どっちしても不況があと 1年半か2年ぐらい来ますが、トランプならばですね、まあ、少し、まあ、軽減される。しかしバイデンさんの場合はですね、かなり厳しくなる。まあ、こんなところが大雑把な近いということが言えるんじゃないでしょうかね。増田先生ありがとうございます。